おはようございます。今日は最近乾くリクしたところから紹介します。最近はちょっとまた変わってハーサムこっちになったし、ここにきらめき堂で買った造花のお花を飾ってみました。で、フェアリーライトがあって、ここにロウソクを飾ってます。すごいやっぱり癒されて、キャンドルっていいなってなってます。それでは今日もお出かけしてきます。行ってきます。家に帰ってきたのでお昼ご飯を作ります。まずサラダ、このマグロのサラダフィッシュとアボカドとミニトマトとレタスを使ってサラダを作ります。誰かの Vlog でこれを見て美味しそうにパンが焼けてたので、私も気になって実家にあったのを持ってきました。
してみました。ピンクの、その半分ぐらい、デザートにヨーグルトを買ってきたら、お家にこれがあるの忘れてたので、これも食べようと思います。この有田みかんの手まりみかんっていうみかんの瓶なんですけど、全部皮が剥いてあってシロップ漬けにされてて、すごいなんか一個一個がちょうどいい一口サイズなので、ペロッと一気に一瓶食べれちゃうぐらい美味しいです。なんか疲れた時とかに喉をするって入るので、すごい美味しいのでおすすめです。昼はこんな感じです。いただきます。いただきます。最近編集が楽になるように、このマジックマウスっていうアップルの正規のマウスを買ったんですけど、 Bluetooth でめっちゃいいです。これおすすめです。アップルユーザーの方はぜひ。もうなんで今まで持ってなかったんだろうってぐらいすっごい便利です。これなんか動作も早いし使いやすくてめっちゃおすすめです。あ、なんか日テレの獣になれない私たちっていう、あのガッキーと松田さんのドラマにめっちゃハマってて、毎週の楽しみなので、今週の分も今日見たいと思います。もうめっちゃガッキー大好きなんですよ昔から。でそれと松田さんもめっちゃ好きで、もう最高です。おすすめ。主題歌っていうか、真っ白って曲もめっちゃ好きで、最近そればっかりリピートしてます。どこ行ったかな、ベッドの上かな。
動画で。ここさ、1ポンプモカシロップに変更したら絶対美味しいと思う。あ、そうそうそう、ノンホイップのエキス。フォーム入れます。フォーム入れます。フォーム入れてください。フォーム、ワンチャンあるんじゃないかな。かわいいよな、色。かわいい。服かわいい。早く会いたい。見るじゃん。もうすでにかわいい。文豪企画の賃貸。友達と夜まで遊んでて、もう翌朝になっちゃったんですけど、昨日買ったものを紹介します。まずこのパンタンの CD。 昨日映画行ってきました。めっちゃ良かったです。本当になんかもともとその YouTube にあるアンザステージと内容同じなのかなと思って、一応全部課金して買ってるので、どれくらい同じだろうと思って見に行ったら、結構ちゃんとした映画になってて、すごい感動したし素敵でした。結構古直の公演とかも行ったので、結構なんかそういう行った公園の映像とか出てくると嬉しいですよね。が限定版の B を買いました。かっこいい。なんか本当に映画もすごい素敵な内容で、あ、これからもバンタン応援していこうっていうか、ついていこうって改めて思いました。やっぱり素敵なグループです。あと昨日はユーカリのお花を買って、あのお花じゃなくユーカリの葉っぱと、何だったかスノーなんとかっていうなんか白いお花を買って、それもドライフラワーにしようかなって思って、綺麗に飾ろうと思ってます。それとこのポパイの映画特集、これ読んでまた映画いろいろ見ようと思います。友達が誕生日だったので、それのプレゼントで大好きな白の柔軟剤とマグカップをくれました。洗剤？柔軟剤？ファブリックシステムか、柔軟剤ですね。なんか本当に大好きな匂いなので、家もディフューザーもそうだし香水もそうだし、これでね、柔軟剤もこれでもう完璧にこの香りに包まれて幸せです。なんか結構もったいないので、なんか友達はそのベッドカバーとか寝具とかによく使ってるって言ってたので、そういうの毎週洗うときに使おうと思います。ありがとう。なんか友達がこれも入れてくれたみたいで、自分でめっちゃ可愛い飾る。まず柔軟剤、あ、めっちゃいい香りする。嬉しい。大事にしよう。もったいない。白マグカップもあるんですね、知らなかった。白、やっぱり白い。え、かわいい。
電子レンジも使っていいんだ。へえ、素晴らしい。めっちゃかわいい、ありがとう。すごい嬉しい。めっちゃかわいいです。これはもうこれから愛用決定。今すごいマグカップかわいいの欲しくて、すごい探してて嬉しい。ありがとう。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとコメントお待ちしております。皆さんの一日もスローで穏やかな幸せに包まれますように。さようなら。